各地方への藩と拡大を図る信長は秀吉に一軍を預けて西国方面への攻略を推し進めていた。一方毛利元就は織田勢の西国進出に対抗、信長の支援を受けて光月城にこもる尼子勢を包囲する。尼子勢の再興にかける執念を警戒する元就はこの機に完全に滅ぼそうとしていた。光月城の戦い。お待たせしました父上。いよいよですね、憎き尼子を完膚なきまでに葬り去る時が。ついに高影、お前には輝元と共に傷ヶ口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に尼子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるいまねはせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ、尼子の鹿よ。我が名作五郎次郎、この高影にお任せください。尼子の命運もはや風前の灯火は、この光月城にて滅ぶがよい。こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでに尼子を叩かねばな。尼子との戦がここまで長引くとはな。任せてくれ。だがそれも今日で終わりだ。全ては毛利の未来のため。邪魔な尼子は必ずここで打ち果たそう。敵将、私がほふってやったぞ。守備は散らしたか。では城来へと攻め入ろう。開門。我ら尼子の加勢に参った。格のせよ。遅いわ。すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来たよ、しかり貴様の首今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ戦力を温存するのだ。侵入を許したか。わしが行くか。なんとかしてこの場をしのがねば。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。じいさん、あんたは俺が必ず。各地に敵を抱えておる俺が今光月城一つにこだわるとは思えない。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し隙を見て畳みかけよう。討ち死に。この砦は俺たちがもらった。この調子でさっさと攻め進むぞ。回答。そこだ。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。では中央の味方を残らず引かせ。わしに策が。任せてくれ。し
鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。そこださあ、次は誰が相手だ。本当に君はつくづくバカだよね。アマゴが毛利に勝てるわけなんかないのにさ。黙れよ坊ちゃん。そんな言葉で俺が諦めるとでも思うのか。わしが行くと物資の補給はなったか。いざ攻め進む。任せてくれ。まだ俺は諦めない。鹿之助、お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。任せてくれ。中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだが、攻め手は緩められない。任せてくれ。かかった。今だ、南北より挟み撃て。依存はない。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。他の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。わしが行くか。勝ち目のない中出てくるとはな。愚かなアマゴには罰をくれてやるよ。南方の敵を抑えよ。進軍を許すでないぞ。仕留めろ。おお、やりましたね。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。敵将打ち取ったぞ。耐えきれん。引かせてもらう。兵力を削られたか。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、有馬攻めに参じようとのこと。有馬の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば小月城は仕方ないか。全軍速やかに撤退せよ。開門。任せてくれ。案の定、織田は撤退を始めたようだ。この時は、アマゴを捨てるか、信長。ならば、今こそ攻勢に転じる。温存した戦力にて、敵の後輩をつけ。皆、やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて、残るは総大将、勝久だけだ。奴らを足止めせよ。イエスで圧倒するのだ。俺がしんがりを務める。我らの撤退阻ませはしない。任せてくれ。くそ。依存もない、依存もない。奇襲を仕掛ける間もなく撤退かよ。仕方ねえ、少しでも敵を蹴散らしとくか。やすやすと逃がすと思うなよ。行け、奴らを仕留めるんだ。打ち死に。ひらめけ。攻めや。打ち死に。おとばしれ。俺と出会った不運を恨め。そこだ。
めけ。そこだ。しんなりの役目。やろうか。全うしきれないと。開門。観念せよ。敵将、私がほふってやったぞ。お見事にござった。敵将、打ち取ったぞ。耐えきれ。今を引かせてもらう。力及ばずか。撤退は無事阻めた。ニナは光月城の攻略へ向かう。あの手任せてくれ。オイラじゃ相手に不足か。はっ、やっ、うわっ、ほら、やっ、やっ、ほとばしれ。じゃあ次は誰が相手だ。そこだ。ながら不甲斐ねえや。明智も橋場も逃げ散ったか。まあいい、次は仕留めるさ。光秀らは倒れ、織田の援軍は引いた。そろそろ覚悟を決めねばならぬか。開門。そこだ。勝久を討ち、雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。現実を教えて。勝利条件変更。こんなもんだ。おとばしれ。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物とな。これにて雨子の討滅はなった。打ち釣り。勝久様、そんな。来た、司会。長きにわたる因縁にケリをつけてやる。滅びた。ならば貴様は何故今の牙を抜く。決まってる。攻めまくれ。知ってる仲間の思いに命に報いるためだ。つくづく愚かで鹿よの。ならばその生き事散るがよい。諦めるもんか。俺は観念せよ。俺は数が違うわ。はあ、
かがり、おいなれり。父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の輝元様より急ぎ合流された人の伝令が。悲嘆に暮れる糸ますら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。へえ、高影のやつもっと乱れると思ったがな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。ま、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。